第90回を迎えました全国高校サッカー選手権埼玉県大会、今日がいよいよ決勝戦です。勝てば6年ぶり全国出場の浦和東、一方勝てば5年ぶり全国出場の武蘭高校、この両方パスをつなぎながらゲームをするというのはこれ武蘭のイメージありますよね。そうですね、はい、でおそらく浦和東としては今私はおっとボールが出た、サーセンスだった、このシュート決まりました。谷口が入れました。武蘭高校が先制点です。谷口が決めています。やっぱこの谷口君がですね、やはりあのいい形でこう時代もありましたよね、はい、まだ大宮サッカー場ですからね。そうですよね、はい、今大宮は綺麗ですからね、はい、僕が2年生の時に大宮サッカー場で、プロスリップ入った。さあそっち落としていく、さあチャンスがシュートはどうなってるか、とぶつかっているの、 PK マーク刺された、うん、PK になります。いやー体を寄せていったんですが、その結果ファールを取られました。点ゴール決めるかどうか、決まった。29分回ったところ、前半の30分、さあここはもう福田さん、谷口、そうですね、いいドリブルから狙ったシュートですね、決めてしまいますよね、はい、これの決定力ですよね、まあ、ちょっと守備の準備ができてない、うん、はい、ところからですからね、亀山のボール、そしてそのままもらったこの谷口が決めるという、これが前半11分、先制点でした。そして浦和東高校赤いユニフォーム、これが16分です。これはキーパーがいい反応を見せましたね、鹿島。そうですね、はい、決定的なあの浦和東のチャンスでしたけどね。そうですよね。そしてこのシーンですね、まあ、小さいガッツポーズも出ましたが、まあ、浦和東が1点が欲しかったわけで、そしてその PK を見事に菊池が決めて1対1の同点になりました。行った方がいいと思うんですけどね、はい、小畑からいいクロスになりますが、これでここのボールですね、これを浦和東が取って、そして、うん、フェイントを見せました。ここからスーが出た、そしてヘッドでグーッと入った、これで菊池がヘディングシュート決まった。野崎監督もやったという表情を見せますが、2対1浦和東が1点のリードに変わります。後半の13分です。さあそのシーンですが、ここからクロスが1本入っていく、そしてここですね、福田さん、はい、下がりながらですね、ファーサイドにしっかりと打ちましたね、はい、まあこれはキーパーも打ちも届かないというファーサイドになりますが、うまく決めていきました。秋元蹴る、長いボールが行き、足は疲れています。さあここから落としていく、なんとか行きたいんですが、しかしあっという間に上だった。試合が終わった、勝ったのは浦和東高校、6年ぶり5回目の優勝です。全国サッカー監督です、おめでとうございます。どうもありがとうございます。先制を取られてからの逆転ということで、今のお気持ちはいかがですか。本当こんな頑張れるね、子供たち、部員、こんな粘れる部員に恵まれて、本当今幸せを実感しております。また学校関係者、保護者会、地域の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。監督も優勝が決まった瞬間にはもう感極まった表情されてましたね、はい、何回か優勝させていただいてるんですけど、指導者として目標である大山先生に一歩でも近づけたんじゃないかなと思います。でここからこぼれてきます、菊池が非常にやっぱり福田さんいい仕事してますよね。一つのプレーじゃなくて2つ目3つ目のプレーなんですよね、浦東っていうのはね、そしてこのシュートですが、まあ、これやっぱり和田さんおっしゃるように菊池を褒めるしかないというような、確かにそういうゴールですよね。そうですね、あそこから逆サイドに持って決勝のゴールということになったわけですが、ただまあもちろん武蘭も福田さん、なんとか1点もという気持ちで攻めていきました。そうですね、ただやっぱり戻りも早いですし、はい、やっぱり守備をた、まあ、褒めるべきでしょうね、浦和東のね。なるほど、はい、
途中からは少し攻めが単調になりすぎたかなというところは、はい、まあ、全体を通して武南と浦東に選手がやはり数多く選出されたと思います、はいはい。まあ、これがキーパーディフェンダーそしてアリのミッドフィーダー、まあ、今日もいい仕事をしました。でミッドフィーダーフォワードという、まあ、こういった選手が入っているわけですが、まあ、確かにそうです。まあ、で招致深谷からも一人、まあ、内田が入っていますね。招致深谷も非常に強いチームでですね、はい、